どうもこんにちは。お疲れ様です。即課塾の久保です。今回の舞姫大学特別講義は、手段の目的化についてお話ししてみようかなと思います。この手段の目,目的化っていうのはね、実は目的はここにあって、その目的にたどり着くためにいろんな手段を講じてるんだけども、その手段についてね、ものすごく、熱が入ってしまって、その手段が目的になってしまうってやつですか。まあ具体的に言うとね、どうかな。 まあるんですけども、まあ、一流のね野球選手になりたいなと思って野球選手を目指すんですけどもでもその過程であこのぐらいしか走れなかったらちょっとダメだなとちょっとスタミナつけるために走り込まないといけないなっていうことであのスタミナをつけるためにねやっぱ野球選手っていうのはスタミナが必要ですからこう走り込みをするわけですよでいかもういく,いくる日もいくる日も走っていってどん,どんどん体力をつけるんですけどもそのうちに 走ることに一生懸命になって走ることの工夫をいっぱいしだすわけなんですよね。そしてしまいにはバッティングの練習とか野球のチームでなんかねチームワークを取るためにいろんな連絡をするってことを忘れてしまってとにかく走ることに力を入れてしまうんですよね。まあ、そうすると「あれ俺何のために走ってるんだっけ?」みたいになるわけなんですよ。で本来野球をしたいがためにそのパーツの一つとして走ることが必要だったつまり手段を用いてたはずなのに。 いつの間にかそっちが本業になってですね野球はちょっとねどっか忘れちゃいましたよってことになるんですよでこれを日常生活に置き換えるとあのなんで仕事をするのかなってところに行き着くことがあるんじゃないかなと思うんですようんあのもともとは自分の生活費を稼ぐためとか自己実現のための費用がかかるからそれを捻出するために最も条件がよく稼げるところを探していったわけですよねでもいつの間にか いい条件のところで働くために、いい大学に行くことが目的になってしまったり、いい大学に行くために、いい高校に行くことが目的になってしまったりとかするわけなんですよ。確かにね、一流大学に入学することは大事ですよ。でも、大学に入るっていうのは、その大学とか、それからまあ高校でもいいんですけども、高校、大学に入って、その中で学んだことを活かして、最大限の到達点、つまりは、仕事に活かしていくための、 まあそのための準備期間なわけですよね。でも、大学受験にいつの間にか手段が目的化しちゃうと、大学に入ってから勉強しなくなるんですよ。高校に入ってうん勉強しなくなるんですよ。で、一応卒業したんだけども、なんだ専門的なスキルが身につかなかったんで、就職にシックハックするみたいなね。最近でしたら、奨学金まで取って大学に進んだのに、奨学金を取り返すような 就職先が見つかりませんでしたってことになっちゃうんですよ。一体なんで大学行ったんですかみたいなね。奨学金を取ってまで大学に行ったのにでも奨学金を取り戻せるようなそんなね進路が見つからないってことはこれ完全に大学に行くことが目的になっちゃったんじゃないですかと。だってね稼ぐために利益を取るために仕事をするわけなんだから最初に大きな返しもできないような負債を抱えるような奨学金って取るべきじゃなかったっていうふうな。 逆算なんですよでそうなるとね奨学金を受けずに大学には行かなかったかもしれないけどもでももう最初から稼ぎまくっちゃったみたいな方がいいと思いますね。ね。もっと言ったらそのでも本当に勉強したいんだったら無償の奨学金を取れるぐらいねトライしてみるっていうところは必要だったんじゃないかなと思うんですよ。 そうすると返済のいらない奨学金を取るわけですからあの、まあ、就職もね最初からプラスになる自分で事業をしても返済の必要がないもっと言ったらあの無償の奨学金っていう狭き門に成功するわけですから十分先の見通しが立つよねってことなんですよ確かにあの返済利息付きでの返済を求められる奨学金っていうのはほとんど誰もが取れますよでももう競争が始まってるんですよ そっちの奨学金を選択するのか、それとも、きついけども、返済しなくていい奨学金ね、本当の奨学金、こちらの方に自分の席を勝ち取れるのかってことで、もう競争が始まってるわけですよ。で、こっから自分の目的がしっかりしてれば、どんな競争でも勝ち抜く。それは取りもなさず、いずれ社会に出て、商売というね、競争をするときにも、使える勝負感だと思うんですよ。しかも、勝負っていうのは勝ち続けないといけないんですよ。負けてもまた勝たないといけないんですよ。 その時にスタート時点で奨学金の返済に負けてしまうってことだと本当にずるずるいっちゃうんでね厳しい時代だとは思いますけどもそのあたりから勝負が始まってるっていう風にやっぱね思わないといけないし思わせないといけないのかなっていうところでございますねだから手段が目的化するっていうのはこういうことなんですよいつの間にかね奨学金を取ってても大学に行けば何とかなるみたいになっちゃうことなんですよ違うんですよ、うん、大学に行ったが故に大きなマイナスを売るってこともね やっぱり考えていかなくては目的つまりは何のために仕事をするのか何のために稼ぐのかってことが置き去りになってしまうかなってことなんでしょうねちょっと分かりにくい部分もあったと思いますけどもまあ,あの率直なところをお伝えしてみましたであの私の試験なんですけども私はね別にねあの仕事が目的じゃないんですよ私はねあの楽しく豊かにのんびりと暮らすことが私の目的なんでだからこそ早くお金を手にしたかったんですよね、まあ、でも今はねこうやって あの自分のペースでビジネスをやらせてもらっておかげさまで納期とかね回収とかねなんかノルマに追われることがないような形で稼がせてもらってます、うん、だから非常にありがたいポジションについたかなと思いますよねその一つを助けるのが FX です FX には納期がありませんでも自分のペースで稼げます誰からの指示もありませんしうん、なんかね誰か取引先が必要なこともないですからもう自分が思いついた時に稼いで 自分の昨日に乗られいときはやらずに。そして家族がそばにいるときは家族と寄り添い。一人になったときにトレードしてってことですかね。<laughs> FX いいですよとっても。本当になんかお金のことだけ考えるんだったら FX を攻略すれば本当に早いです。<laughs> ということをお勧めしながら、いってらっしゃい。